やあ、せつだけいすきだよ。575オンライン。結構知っとる人もおるんじゃないかな。ちょっと前に流行った、一つの空を二人で作るっていう、オンラインで二人で作るっていう、そういうスマホアプリで説明が下手くそやな。要は、俳句を、知らない人とマッチングして二人で作るっていうね。同じことを言ってるような気がする。まあ、百聞は一見にしかずや、やってみます。あえて刹那清介じゃなくてバックステップの神様っていう名前でやってみるわ。みんなで読む。RMJ さん、あなたは、あ、これね、最初の5文字と最後の5文字担当って人と、真ん中の7文字担当の人で分かれるんですよ。なんで俺最後の5文字、出だしを決めれるんですよ、俺。何しようかなぁ。ちょっと手始めに、ちょっと普通のシンプルな挨拶で始めようか。こんにちは、普通。さあ、相手どうやって返してくる？こんばんはって。そうだね。今収録してるの深夜0時9分だから。普通に正当な返し来たんやけど。こんにちは。こんばんはだろ。ごめんなさい。俺お真ん中か。その相手がどんな句を送ってくるかは、それをうまくラリーしていかなあかんからな、真ん中は。さあ、どうやって送ってくる？面白いに来てほしいな。なんか。コッキーさん。俺真ん中か。これなんだかんださ、相手が何送ってくるかっていうドキドキあるよね。おはようと、おはようと、おはようと、おやすみのキス、おやすみのキス。一時二回寝たってくる彼女。どうする？受け入れる？拒絶する？おはようと、おやすみのキス、君に捧げる。コッキー。でもこいつ多分男だろうな。人とマッチングしました。人だよ。まあ大体は人だよ、マッチングしてるのは。このアプリでマッチングしているのが実は人じゃない何かだったらちょっと怖いよ。俺呪われそうだな。ねえ、何するら、何するらってなんだ。違うよ。ちゃう、パーが消えたん、パーが消えた、パーが消えたんよ。パーが消えたんよ。わかった、違うやつにするわ。妥協したら競馬になりました。ねえ、何するら。競馬に行こう。そうしようら。ら、どっからできたんや、らは。毎度毎度ラーどこから出てきたんや。サーモンさん、刺身してやろうか。あ、また俺真ん中か。流星を、あ、なんか面白そうだな。流星を、流星を、流星を長星と読ませたい。
思いっきり字余りできてるのがこのゲームの特徴ですね。思いっきり字余りを作らせてもらえるのがこのゲームの特徴ですからね。ぶっちゃけそんなやつおるわけないだろうって感じやけど。流星を長星と読ませたい。隣のあの子に。あの子巻き込んだ。隣の子を巻き込んだ。なんて読むこれ。ももも。まだ俺真ん中。真ん中多いな、なんか。何？今日もしなのに寝れない。もう思いっきり自慢余りしたんだ。お前五七五の五の部分どうしとんだお前。お前五七五なんだと思っとんだお前は。今日もしなのに寝れない。もしもしお父さん、もしもし今日もしなのに寝れない。もしもしお父さん、帰ってこない帰ってこない。認知症かなさん、まだ真ん中じゃなんか俺サンドイッチの具にされよんやけど、先からサンドイッチの具にばっかされよんやけど、パンの子に捨てさせてくれんのやけど俺。乗ってきたぜー。もう俳句という概念はどこ行ったんだろうね。トヨタの新車。あ、乗ってきたってそういう意味なの。ちなみにトヨタでね、もうすぐ確かスープラっていうスポーツカーが出ますね。俺スポーツカー好きやけんな。起きた。乗ってきたぜー。トヨタの新車、即廃車やめてあげて。トヨタ自動車さんに怒られるわしが。綿米大好きキララさん、まだ真ん中、俺グニされる、先がグニされるわし。何、バックステップとは聞かれた。とうとう俺の名前に触れてきたやつがおるわ。バックステップやわ、気になるか。あ、ここはアピールしとくわ、アピールしとくわ。バックステップとは YouTube やってます、うん、一応バックステップの神様って YouTube でやってるからな。ゲーム実況者だよ。ゲーム実況者だよ、俺。まあ、底辺ですけどね。最近再生回数稼げてない底辺ですけどね。バックステップとは？ YouTube やってます。私、まえーん！あなたもか！あなたも YouTube やってるのか！え、マジか。ってことは、これも動画になってるんかな？めんべい大好きララさんっていう方、検索したら出てくるんかな？ちょっと後で調べてみよう。あ、ようやく俺パンやらせてくれるんだ。俺思ったんやけどさ、5文字やけんな。これ今収録しょんね、あの5月5日の午前0時33分になったんやけど、今この日ね、徳島で町遊びっていうイベントがあるんですよ。毎年徳島で年2回、アニメやゲームとかの、いろんな企業とかが集まって、有名な声優さんとかが集まって、いろんなイベントをやるような徳島、なんで田舎でそんなすごいイベントやってんのってレベルのすごいアニメやゲームのイベントがやってるんですけど、もう日付が変わって、今日朝になったら俺も行くつもりなんですけど、ちょうど5文字やけん、それ送ってみようかな。町遊び。知っとうかな。さすがに知らんか。聞いてくるかな。なんだそれはって聞いてくるかな。聞いてきたらちょっとアピールしとこう。火事になりそう。え？どういうこと？町遊び。
え、つまりこういうことだろ。町遊び。火事になりそう。町遊び。こう言いたかったんだろ、お前。ボボ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 ボすっぽんぽん。こうしかないだろ、お前。もうこれが、これが回答だろ、お前。死ぬほどまずい。何があった、お前。おい、何があった？死ぬほどまずい。もしかして、同僚を殺してしまったのか？死ぬほどまずい。死体は隠してたか？俺の解釈としてはね、なんか、人をちょっと殺してしまったから、それを隠そうと隠蔽しようとしてるっていう、どうしようどうしよう、どう隠せばいいかなみたいな感じで、そういう感じの展開だと予想。死ぬほどまずい。死体は隠せたか？いや、今逮捕された。なおだった。